えー、NBA、ね、全チーム紹介講座ということで今回はロサンゼルスクリッパーズまさかのここに来たかというね、えー、このチームといえば、まあ、簡単に言っちゃうと負け犬の代名詞でドアマットチームでなぜか上位指名権を毎年もらい続けるのに無駄にし続ける歴史 カラーのクリス・ポールがレイカーズ行けなかったからクリッパーズに移ってきました。ブレイク・グリフィンとデアンデル・ジョーダンがいたのでビッグ3、JJ ・リディックもやってきてチームとしてのバランスもいい。でもなぜかいいところでなぜかクリス・ポールが怪我をする。そして勝てない。カンファレンスファイナルが限界。そして解体。解体してどうなりましたかシェイ・ギルジャス・アレクサンダーを指名してその年、プレイオフになぜか出れた奇跡のシーズン、ドッグがカモンガイズ。 そして調子に乗ってやってきたのが川井レナードと特級呪物、えーえー、PG13。これによって、えー、優勝の期待があったような、なかったような感じなのに、毎年すっとこどっこいなシーズンが続いてもう4年か5年経ったかなとその間、ラッセル・ウェストブルックとジェームズ・ハーデンというネタ要素満載の選手もやってきて、えー、今年はもうなんかもうめちゃくちゃでした。はい。うん、でも妙に強かったっていうね。 変なチームですと。まあちょっとね、えー、歴史を振り返ってみましょう。80年代にね、えっ、ー、と、ダニー・マニングとロン・ハーパーがいたのかな。うん、ロン・ハーパーだがエースムーブしてて、で、ダニー・マーリングもエースムーブしてたんだけど、よそのチーム行ったら、まあどうだったのかなっていう、そこそこ活躍はできるんだけど、やっぱり弱小チームのエースってどうなんだろうってあたりが、で、このドミニク・ウィルキンスってやつも数年出るって言、あ、違う違う、この人はヒューマンハイラットフィルムだから、ほんと。 この人はジョーダンと並ぶぐらいのスコアラだったんですよっていう <laughs>。で、晩年期にホークスから放出されて、1年だけここにいて、またどっかに行ったんだと思うんだけど、ドミニク・ウィリクンスが1年でもいたっていうのをここにね、記載する価値があるんですよって。で、次に、えっ、ー、と、ダンクをダンクコンテストの、えっ、ー、と、王者、ブレント・バリ、えー、<laughs> 空飛ぶフライング、えー・ホワイトとか言われたのかなうん。 白人なのにあのフリースローレンからのダンクに成功したのでみんながびっくりして、えー、チャンピオンになりましたと。うん、今思えばなんてことのないダンクだったような気がするんだけどな <laughs>、うん。この人はまあ,あの、リック・バリーの子供で他にもね、いろいろいるんだけどね、バリーの子供。この人が一番有名かなって他にもキングスあたりにいたのもいたんだけどこっちの方が息が長かったような気がすると。で、ブレント・バリー自体はシューターでダンカーというイメージはあんまないのかなと。 で、次にラマー・オドム。はい、ここにラマー・オドムいますね。他にもね、マイケル・オロワガンディとか、コーリー・マゲッティとか、えー、と、あと今、あの、どこっけ、サンズにいるエリック・コードン。あのたりもね、ここで、バロン・デイビスとかも。えー、なんでそんなにいい選手いっぱい指名してるのに、プレーオフに出れなくて低迷してるんですかっていうね。あの、みんな嫌がって出てくるんです、ここ。ほんと。なんでなんだろう、ロサンゼルスなのにね、っていう。 で、エルトン・ブランドというね、あの、シックスアーツで、トラストアプラストの後の監督じゃない ?GM か。うん、社長かなんかかな。で、まあ、この人も GM としてのセンスちょっとどうなのかなっていう感じなんだけど、それよりもやっぱドアマットチームのエース、特にパワーフォワード、怪しいよね。だってリバウンドは稼げるもんね、ドアマットチームだと。で、得点もね、結構稼げちゃうんだよね、ボール回ってくるから。だから20得点10リバウンドっていう。 で、いつだったかなざえっと、そうそう、ニックスにザック・ランドルフが移籍した時に、ちょうどあの、俺のゲーム仲間から、あの、ザック・ランドルフってどうなのとか言って、20得点、10アシス、あ、10リバウンドでいいらしいじゃんとか言って、あー、でも性格問題ありますよ、みたいな。うん。で、でも、能力は俺疑ってなかったの、ザック・ランドルフ。だって、ジェイル・ブレイザーズのエースみたいなもんだところ このところ、うん、やっぱりドアマットのエースと、えー、競合チームのエース、うん、スタッツが同じでも全然評価違うんですよねっていう。ただ、あの頃のザック・ランドフルは守備しなかったチパスも出,出さなかったので、ブラックホールと呼ばれておりましたと。 で、次。デ、えー、アンドレ・ジョーダンとブレイク・グリフィンが0年代後半にあのなんか指名されてやってきて、ブレイク・グリフィン確か怪我して1年お休みです、2年目にやって、えー、と出場して新人王だったかな。この時のブレイク・グリフィンの衝撃ってすごくて、 あれなんでこんなにすごいのっていう感じでこれ今のザイオンっているでしょザイオン・リアムソンあれのねでかくなってちょっと遅くなったぐらいのバージョンうーんブレイク・グリフィンどんな選手に成長するんだろうなきっとすごいキャリア送ってるんだろうなブレイク・グリフィンってダンクもできるしシュートもできるしパスもできるしドリブルもできるし何でもできるしどんな選手になっちゃったんだろうって期待してたらクリス・ポールがやってきて、えー、ラジコンになりました まあラジコンというほどラジコンじゃないんだけどねあのー、デビッド・ウェストみたいにミドルシューターになっちゃったなっていうブレイク・グリフィンがだからちょっとスケールが小さい成長したのがこのクリス・ポールのせいではないかと言われてるんだけどねっていうだからクリス・ポールと組む選手っていうのはこのクリッパーズぐらいまでの間はねあんまりね成長しないって言われてんだよねうんというのもクリス・ポールがボールを握りしめるからずっと持ってるからうん で、サンダーに行ったあたりから、このシェイトをシェアするようになって、で、チームメイトを鼓舞するようになって、まあ、司令塔としては一段階上に上がって、サンズでチャンピオン取れなかったよねって、ファイナルまで行けたんだけどっていう。だからクリス・ポールね、そろそろね、バイアートしてあげて、どっかで、ね、う合ん、強豪チームが拾うとかよりも、スパーズに行ってください。見たいです、ウエン,ン・バンヤマとの、うん、コンビが。ウエン,ン・バンヤマもね、クリス・ポールが来たら喜ぶと思うよ。成長すると思うよ。アドバイスずっと聞くと思うよ。うん。 だから、スパーズに行くといいんじゃないのかなって思うんですけどねっていう。またね、ラッセル・ウェストブックなんかもね、スパーズ行くといいんじゃないのかなっていう。この人ね、メンターとしても、その司令塔としても、司令塔としてはちょっとバスケ野球どうかなってとこもあるんだけど、でもこの人はね、あのなんだろチームの雰囲気を良くするタイプのムードメーカー的な司令塔だから、だから鼓舞するんだよね。だから八村なんかと組んでた時も、もっと首都をもっと首都をとか言って、お前できるだろうとか言って。 それで八村のこと鼓舞してて、プレーオフまで行ってるでしょ、あの時だからラッセル・ウェストブルックっていうのはね、なんかもう、うーん、ノンシューターで暴走して、守備があれなんだけどっていうイメージがあるんだけど、決して悪い選手じゃないんだよね、これ。うん で、話がそれたと。で、クリス・ポール時代が始まって、で、まあ、勝てなくて、さっき話した通り、で、ドック・リバーズがシェイ・ギルジャス・アレクサンダー、あズクリス・ポールとブレイ・グリフィンとデュランドル・ジョーダンがいない状態だったのかな。で、プレイを踏んでて、そこでカワイレナードと特急呪物がやってきたと。その時、交換したのがこのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー。おーおおおなんという、 いやだって考えてみてよ、30、いや、29ぐらいだったかな、あの時の河合レナード。29歳の河合レナードと、うん20歳のシェイ・ギリジャス・アレクサンダー、どっちが価値ありますかっていう。今だからこそシェイって言えるんだけど、あの頃は言えなかった。でもね、河合レナードとシェイの組み合わせってできたはずなんだよね、あの時。だけどカワイ、河合レナードがポール・ジョージという特級人物をこだわりすぎたために。 ドラフト使命権とともにシェイを放り出してしまったなんという悲劇特急事物事物すぎるとねで特急事物ポールジョージ十三からの解放が期待できるコンフは八村の噂が出ておりますので待っておりますと えー、なんでこれ八村ね、クリッパーズに来てほしいかと言いますと、簡単に言うと多分デでいなくなります。で、ウェストブルックは多分残るんじゃないのかな。うん、残らないかな。でも残りそうな気もするな。で、レナードが残るでしょ。で、まあ、それで八村がやってきて、ついでにあと誰か来るんじゃないのかな。オースティン・リーブスかあたりが。うん。で、ノーマン・パウレルもいて、イミチャ・ウズビッツもいるから、まあ一応チームとしての手はなせるけど、 4番のポジションが空いてんだよね、ここ、いつも。うん、それで八村スタメンで、ウエストブルックあたりにラジコンしてもらったら、どうなるんでしょうねっていう。ザ、えー・特急事物、えー、PG13 のね、この呪い、見てください。ビクター・オラ・ディポー、オールスター、これ確か2回だったかな。で、MIP 受賞に、スティールオに、えー、オール NB サードチーム。 で、これ、ドマンタス・サブネス。アルビダス・サブネスの息子さんなんだけど、オールスター、確か2回か3回だね。リバウンドも2回か3回で。で、サードチーム入ってます。で、この人、まあ、お父さんの方がすごいんだけどね。お父さん全盛期で NBA 来れなかったからねっていう。確か、アキレスかなんかをやった後に来てるから、35ぐらいで。うん。まあ、それでもすごかったんだけどね。っていう。まあ、スタッツだけ見たら、息子の方がすごいんだけど、はっきり言います。お父さんのがすごいです、これ。うん。あのお父さん、やばいです。今で言う、ヨキッチの、 ヨッキッチのじゅ鈍重なバージョンみたいな、うん、あのサボニスは衝撃的だったねっていう。 で、あ、そうそう、しかもね、ジェイル・ブレイザーズにいて、あのサボリス。その中でね、爽やかな風を吹かす、カレー臭のする、でかいおっさん、ブサイクなっていう。で、面白いことはね、ブサイクなおっさんからイケメンのこのサボリスが出てるでしょ。だから、スポーツ選手と有名だったから、あの、ロシアあたりの綺麗な女の子と結婚して、で、これが生まれたんじゃないのっていう。これがね、サッカーでいうと、この AC ミラーにいた、まあ、パオロ・マルディーニ。チェーザレ・マルディーニもそんなイケメンじゃなかったんだけど、多分、綺麗な女の人とイタリア人の女の子と結婚して、で、イケメンが生まれて、 で、まあ、パウロマルティーニはイケメンだし、ミランのレジェンドだから、もう当然美人と結婚して、その息子もイケメンで、息子が今ミランでフォワードやってますみたいなね。で、全然関係ない話でしたと。で、シェイ見てくださいね。オールスターもう何回出るでしょうね。で、ファーストチーム選ばれてますよ、これ。で、MVP 投票確か2位じゃなかったっけ、今年。3位がドンチャンでしょ。 いやー、逃した魚はでかいですな、これ。<laughs> いや、愛いレナードとシェイが並んでたらどうなってたんでしょうね。まあ、いや、たられば、うーん、でも、逃した魚は大きかったですね。指名権何枚つけたんでしょうね、この時確か。3枚か4枚いったと思うんだけど、ほんと、この人マジで特急人物でしょ。うん。で、この夫、八村との交換、うわ、ん、さ出てるから、八村ひょっとしたらあれじゃねオールスター出るんじゃね ?MIP 取れるんじゃねっていう。 だからひょっとしたらね、川井レナードが怪我で出れない、で、えー、八村が、まあ、セカンドオプション、ファーストオプションになって、20得点、えー、8リバウンドぐらいかな、リバウンドはあんま取れるタイプ。あ、でもここのチェーン選手って、あんまリバウンド強い選手いないから、ひょっとしたらリバウンド取りまくれるからっていう可能性あるよね。そんな感じで、まあ、試合にずっと出続けておけば、まあ、守備はちょっと、うん。でも、 出るんじゃないの ?20 得点、25点。だって八村めっちゃ効率いいでしょオフェンスの。八村の問題ってね、メンタルがちょっと弱いんだよね、この人。だから効率よくシュート決めてるときは気持ちよく打ってくんだけど、 シュートがね、あの外れるのはショットミスが続くとね、この人打たなくなっちゃうんだよね。だから、低得点の時と高得点の時で波ができるっていう。で、そこの部分をね、補ってくれるのが、このラステル・ウエスト・ブルック。さっき俺が説明したの、熱く。だから、マジでラスト、八村を組ませて、ロサンゼルス・クリッパーズで、ワ合レーナーとかお休みの間に、躍動してくださいよっていう。いや、本当に。だから来年ね、ひょっとしたらこれね、めちゃくちゃ評価変わる可能性が高い。うん。 で、まあ、サラリーアップ君関してはね、ちょっと見ていきましょうと、特急従物と、あの、ハーデンが流出かサイントレードか、ちょっとわかんないんだけど、多分サイントレードになるんじゃないのかな。多分、うーん、フロントとしてはそっちしたいんだろうけど、サラリー分だけ補強できるから。でも、PG13 ね、特急従物だから勝手にね、出てく可能性があるよね、ハーデンも。うん、この二人ちょっとアレだから、性格的に。 で、次に守備に穴があるかって、ペリメーターディフェンスは基本的にはないんだけど、以前揃ってるから。ただ、うーん、インサイドがね、ちょっと弱い、ここ。だから、八村が入ってくると、そのなんだろう、うヨキッチは八村を任せて、あ、でも今季やられてたな。うん。で、ズバッツが、あのー、なんだろう、そのあたりでわちゃわちゃしとけばなんとかなるんじゃないのかなっていう気もしなくもないです。入ってきとうと。で、セットオフェンスはね、ウェストブルックが来るまでは愛想してしかしてなかったんだけど、 ハーデンがやってきたらね、ハーデンがね、組み立ってってね、ハーデンがね、うん、どうなんだろうっていう。で、エースがチキンか、えー、または不在かどうか。そもそもね、エースいるんだけど、河いレナートっていう。うん。で、特急従物が来なかったら、シェイっていうスーパーエースがいたんだけど、まあ、怪我するからね、そう、理性の問題なんです。これも多分ね、あの、呪いだと思う、特急従物の。うん。 本当で、ヘッドコーチがまた対応力はティロン・ルってね、対応力あるのよ。これ、ほんと、なんか知らないんだけど。でも、選手任せがひどくて、硬直状態の打破で,できないから、だからいつもあの PG がね、あの、特殊重物がダムダム、ダムダムして、無駄なドリブルして、ハーテムダムダムダムして、最後タクショット打つみたいな場面あったでしょ。だからここのチームの問題点って、やっぱりね、ちゃんとしたポイントガードを置きなさいっていう話なの、サンズと一緒。ほんと。 怪我、えー、が多いかどうかというのは、河、ま、合、あ、レナードですよね、はいえー。この人が健康にプレーオフを終えるということがあるんでしょうかという、本当に。うーんだからもう、この人を休ませてシーズン30試合でいいよ、もう、本当、20試合でもいい。うん でシーズンはプレーオフに出れるか出れないかのギリギリラインでプレイインでもいい本当にでそっからカワイレーナーのに本気出してもらって、えー、プレーオフ戦いましょうっていうのが多分ここのプランじゃないんでしょうかというということでねポール・ジョージを八村オースティン・リーブスあとディーロもつくのかな高いからあいつうん投人物のくせにまあそれがやってきたら選手層も熱くなって いい感じにレイカーズの方は多分、えー、ロスターがスカスカになりますけどまあでもレブローは喜ぶと思うよブロニーの出動時間もできるしねっていう。ということでね今回はロサンゼルスクリッパーズを紹介しましたと特急呪術らの解放になりますか